ブルテリアブルテリア1915ロブルテリアは18世紀中期にできたイギリス原産の犬である。数種のテリアとオールドイングリッシュブルドッグを交配させてできたのが始まりである。この原種はブルアンドテリアと呼ばれていたが、それを縮めてブルテリアと呼ばれるようになった。最初は刀剣として作られていた。その後スパニッシュポインター等を交配させ、 家庭犬として改良して誕生したのが今日のブルテリアである。大きさはスタンダードとミニチュアの2種類。日本では平成犬物語バウの主人公犬バウのモデルとして知られている。そのあまりにユーモラスで何も考えていないように見える、風貌から馬鹿剣と誤解されることが多く、漫画やアニメにもそのようなイメージで登場することが多い。しかし実際はブルドッグの持つ、 闘争性とテリアの敏瘍性を合わせ持つ優秀な犬種であり、非常に賢い犬である。なお、この顔は人間の手によりデフォルメされたものである。昔のブルテリアはもっと普通の顔をしている。映画、マスクに出演している主人公の勘犬、マイロもブルテリアと間違われやすいが、マイロはジャック・ラッセルテリアである。脱臼 強迫神経症にかかりやすいという特徴がある。本種の小型版犬種として、ミニチュアブルテリアが存在する。また、トイブルテリアというさらに小型の犬種も存在したが、現在は絶滅している。ありがとうございます。